お待たせいたしました。これより箱根駅伝壮行会を開催いたします。本日司会進行を務めさせていただきます、経済学部経済学科2年奥富裕也と申します。全学総合科目オリンピックパラリンピック講座でスポーツボランティアに興味を持ち、本日の司会に立候補させていただきました。東洋大学のスポーツを盛り上げたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。今日は先日エントリーが発表された1月2日3日に開催される箱根駅伝へ出場する陸上競技部長距離部門の皆様に来ていただいております。それでは早速選手の皆さんに舞台に上がっていただきましょう。皆様演奏に合わせて拍手でお迎えください。皆様、陸上競技部の皆様へ今一度盛大な拍手をお送りください。ありがとうございます。まずはじめに竹村真紀夫学長よりご挨拶をいただきたいと思っております。竹村学長、よろしくお願いいたします。こんにちは。選手の皆さん、体調はいかがでしょうか。意気込みはいかがでしょう。今シーズン出雲は9位、熱田伊勢は6位で、必ずしも上位に食い込んではいませんが、箱根は別だと思います。皆さんも箱根に照準を合わせてきたと思います。この前トークバトルですか、監督、酒井監督は3位以内を目標とすると掲げておられましたけれども、まあ、やるからには頂点を目指しつつ、それぞれ自己のベストを叩き出してほしいなと思います。失うものは何もありません。静かに闘志を燃やしながら、監督を信じ、仲間を信じ、自己を信じ、自己に打ち勝ち、冷静なレース運びで箱根路を走り抜けていただきたいと思っております。私たちはこれまでと変わらずに、これまで以上に皆さんを応援してます。どうか頑張ってほしいと思います。健闘をお祈りしてます。頑張ってください。竹村学長、ありがとうございました。続きまして、陸上競技部の監督、選手、マネージャーの紹介をさせていただきます。お名前をお呼びいたしますので、その場で一歩前へお願いいたします。酒井俊之監督。駅伝主将、服部弾馬選手。口町亮選手。桜岡俊選手。橋本玲選手。牧浦誠二選手。山本誠也選手。小早川健選手。竹下和樹選手。野村俊也選手。堀達彦選手。
小笹亮選手、山口武弘選手、山本修司選手、相澤明選手、中尾聡選手、中村翔選手、大島亮マネージャー、山口康介マネージャー。それではここで長距離部門を率いる酒井監督より今年のチームの特色や見どころ、そして箱根駅伝での目標などをお聞かせいただきたいと思います。酒井監督、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日は寒い中にもかかわらずですね、このような大勢の方に来ていただきましてありがとうございます。今期の駅伝のチームの特徴としましては、4年生が6名、3年生4名、2年生3名、1年生も3名というバランスのいいチーム構成になっております。最後の4年間にかけるですね、4年生たちがしっかりまとめ上げて箱根路をしっかりと走ってくれると思っております。中でも今年はオリンピックがあった年です。同じ4年生で、競歩の松永が第7位という成績を残しました。また服部弾馬も合わせてオリンピックを狙っていましたので、この駅伝でですね、服部を中心とした4年生がしっかりと流れを作っていきたいと思っています。出雲、全日本と本来の東洋らしい駅伝ができておりません。最後の箱根駅伝でこそしっかりと東洋らしい攻めの走りでですね、こういう時にこそ来ていただきました皆様方にの期待にですね添えられるような、そういう熱い走りをしていきたいと思っております。トークバトルでは3位以内とは告げましたけれども、やはりやるからにはですね、王座奪還を狙うオーダーで行きたいと思いますので、またよろしくお願いします。酒井監督、ありがとうございました。続きまして、陸上競技部駅伝主将の服部弾馬選手より箱根駅伝での意気込みをお聞かせいただきたいと思います。またエントリー選手より一言ずついただきたいと思います。まずはじめに服部選手、お願いいたします。皆さんこんにちは。経済学部経済学科駅伝主将の服部弾馬です。今日はこのような会を開いていただきありがとうございます。今回の、出雲駅伝、全日本大学駅伝では皆様の、期待に添える走りができませんでした。箱根駅伝では、その1秒を削り出すのもと、東洋大学の誇りを持って全力でやっていきたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。4年法学部法律学科の口町亮です。今年は出雲全日本と故障して出場していないので、最後の駅伝となる箱根駅伝、精一杯頑張りたいと思います。応援をよろしくお願いします。失礼します。経済学部経済学科4年の桜岡俊です。出雲全日本の悔しい思いを箱根で晴らせるように精一杯走りたいと思います。応援よろしくお願いします。理工学部応用科学科4年の橋本玲です。まだ駅伝で1回も走れていないので、今年はしっかり走ってチームに貢献できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。経済学部経済学科4年の牧浦誠二です。
今回が自分自身として最後の陸上人生になるので、何としてでも区間賞を取って、チームとしては、総合優勝を目指して頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。失礼します。経済学部経済学科4年の山本彩也です。最終学年なんで頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。失礼します。経済学部経済学科3年の小早川健です。箱根では、3年生4人が、鍵となると思うので、自分含めた4人が、しっかり箱根で優勝に貢献できるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いします。経済学部経済学科3年の竹下和樹です。全日本大学駅伝では不甲斐ない走りをしてしまったので、箱根駅伝ではチームに貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。経済学部経済学科3年の野村俊也です。チームの総合優勝に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。経済学科経済学部3年の堀田敦彦です。いつも全日本とともに出走することができなかったので、箱根でチームに貢献する走りをしたいと思っています。応援よろしくお願いします。経済学部経済学科2年小笹亮です。王座奪還目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。経済学部経済学科2年の山口武弘です。初めての箱根でチームに勢いをつけられるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。経済学部経済学科2年山本修司です。今大会では攻めの走りをしてチームに勢いをつけられたらと思います。失礼します。失礼します。経済学部経済学科1年の相澤です。東洋大学らしい走りをして優勝に貢献したいと思います。応援よろしくお願いします。経済学部経済学科1年の中尾です。まだまだ力不足でありますが、優勝に貢献できるように頑張りたいと思います。失礼します。経済学部経済学科1年の中村翔です。チームの代表また学校の代表として、走れない人の分までしっかりと走りたいと思います。応援よろしくお願いします。失礼します。法学部法律学科4年マネージャーの大島亮介です。チームの裏方として選手全員が最高のパフォーマンスを発揮できるようにサポートしていきたいと思います。温かいご声援よろしくお願いいたします。失礼します。経済学部経済学科3年マネージャーの山口浩介です。本日はお集まりいただきありがとうございます。当日は選手王座奪還を向けて頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。選手の皆様ありがとうございました。続きまして、学生の皆さんからメッセージが寄せられた横断幕を陸上競技部へお渡しいたします。こちらの寄せ書きは陸上競技部の皆さんのために、板倉キャンパス、朝霞キャンパス、川越キャンパス、白山キャンパスで東洋大学応援寄せ書き横断幕を作成していただきました。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。まずは白山キャンパスの横断幕です。続いて朝霞キャンパスの横断幕です。続いて川越キャンパスの横断幕です。最後に板倉キャンパスの横断幕です。それでは贈呈お願いします。
それではここで毎年熱のこもった応援で選手たちを盛り上げる応援指導部の皆様にエールを送っていただきます。応援歌、校歌、皆さんもご一緒にお願いします。応援指導部の皆さん、よろしくお願いします。
応援指導部の皆さん、ありがとうございました。ここで板倉、浅香、川越キャンパスへの中継は終了させていただきます。ご覧いただいた皆様、ありがとうございました。箱根駅伝当日の応援、どうぞよろしくお願いいたします。